やっぱこれを買わないと僕の新年は始まりません。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回も手に入れることができました。それがこちら、トイザラス限定レゴハッピーバッグ2022年バージョンです。はい、今年もトイザラス限定レゴハッピーバッグを手に入れることができました。やっぱこれを買わないと僕の新年は始まりません。ちなみに今年のトイザラスのレゴハッピーバッグなんですけど、いつもでしたら男の子用と女の子用でそれぞれ1万円だったんですけど、今年は A と B があって、 A が1万円で B が6000円でした。ちなみに A、B ともに男女一緒になってます。そしてこちらの9900円以上で買えるニューイヤータイガーももらいました。ちなみに今回は僕は A だけ買いました。 B も買えたんですけど、僕の中で A しか眼中になかったので今回は A だけにしました。ちなみに B を買っちゃうと僕が一番欲しいエゴクリエイター野生の虎が買えないからです。はい、それでは開けます！と言いたいとこなんですけど、今回の動画は撮り直してます。あの理由についてはこの動画をご覧ください。ちなみに全部で6つ入ってました。ではまずは1つ目を見せます。それがこちら。はい、こちらレゴシティのジェット輸送機だったから、これが入ってました。これは持っていなかったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。続いて2つ目はこちら。はい、こちらレゴモンキーキットが入ってました。ちなみにこれは2個目です。1個目はブラックフライデーのハッピーバッグで手に入れました。いやー、でもこれ2個目どうしようかな。もう作らず取っておくか、パーツ目当てで開けちゃうか、視聴者プレゼントですかね。はい、続いて3つ目はこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオボス KK のグラグラチャレンジです。はい、なんとレゴスーパーマリオが入ってました。個人的に今回のハッピーバッグの中で一番当たりなのが実はこれです。はい、続いて4つ目はこちら。はい、こちらレゴドッツサボテンのまあセットです。はい。こちらが入ってました。僕はレゴドッツのブレスレットとストラップは買ってるんですけど、こういったペンケースのセットは初めてです。でさらにすごいのが、これペンケース以外にブレスレットとストラップと写真立てが作れるので、これはすごい嬉しいです。はい、それでは最後の5つ目と6つ目は一気に紹介します。それがこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオキャラクターパック2が入ってました。ちなみにこちらはもういらないかな。これコンプリートしちゃってるので正直な話いらないかな。でも僕は個人的にコトンが欲しいので、これは京都に帰ったら開けます。はい、ということでトイザラス限定レゴハッピーバッグ A を開けてみました。個人的に今回のあたりはボス KK とレゴシティとレゴドッツでした。今回のハッピーバッグの中身が結構良かったので、これは B も買えば良かったかなって思います。ただ B を買っちゃうと野生の虎買えないので、今回は A だけにしました。キャラクターパック2は京都に帰ったら開けるとして、モンキーキットについては考えておきます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。